はい、どうも、こみです。さて、本日はですね、TH コンプリーターさんからですね、動画をお届けしていきたいというふうに思っております。自分のチャンネルなんですけども、皆さんも見てもらってる方はご存知かもしれませんが、基本的にクラン対戦の、解説動画やっております。やっぱね、対戦でうまく攻めれないっていう悩みを持っている方の、なんかこう、ヒントになる動画、お届けできたらなというふうに思っておりますので、ぜひね、これ最後までご覧いただきましていいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではですね、今日のテーマなんですけども、アカネ式のパワーアップ版と多分言ってもいいんじゃないかなって思うんですが、そういう、まあ、攻め方を見ていきたいというふうに思います。アカネ式で何かっていうところなんですけど、ご存知ない方のためにちょっと最初に説明すると、突撃艦ありますよね、こいつ。これ。出てこないな、多分。出てこないな。タンホール10だからないや。飛行船みたいなやつありますよね。突破兵器の飛行船みたいなやつ。あの中にバルーンとライダーを押し込んでおいて、レイジクローンで一気に破裂したところでこう数増やしながら攻撃力を上げてバッとね、比較を壊していくっていう、そういう戦法のことを、まあ、アカネさんっていう方が開発したんで、アカネ式と言われていて、一時期めちゃくちゃ流行ったんですね。これもうものすごいもう、折巻したぐらい流行ったんですけども、最近ちょっと使われにくくなってましたが、ですね、この今回の、2021年の4月のアップデートで、あれですね、クローンの呪文、ちょっとだけ、コストがね、コスパが良くなって強くなったんですね。でそれによって、使われる頻度がじわりと上がってきたところにこれが出てきたって感じなんですね。で、今日ですね、2本そのアタックを見ながら、もう1本やっぱ比較として考えるべきは、この中に、スーパーウィザード入れて、インビジかけるやつですね。この辺との使い分けっていうところに関してもちょっと話をしていきたいというふうに思います。で、早速ですね、見ていきたいというふうに思うんですが、まずはこれからのがいいかな。2回戦で、エンペラーさんがですね、撮ってるね、すごくいいのがあるんですけど、これね、タウンホール13、14の方は、マジでちょっと、候補に考えた方がいいと思いますね。どうするかっていうと、簡単にまず何が起こるか説明しますね。ここのところ、ライトニングとウェイクを当ててから、ロイヤルチャンピオンのホーミングシールドで、ガン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 って落としていくんですね。落としていく。まずこれが、丸1ですね。はい。丸1。そしたら、丸2、ここですね。ここに関して、突撃艦を当てていきながら、クローンレイジを打っていくんですね。そうすることによって、ここ全部壊した状態でドラゴンを回し始めるってことができるわけなんですね。これが本当にバカにならない破壊力なんで、ぜひ見てください。やばいっすよ。ちょっとね、驚きぐらいに区画が序盤に壊せます。で、まあ、当然これをやるときに効率的に壊すべきは、この対空砲とかインフェルノとかね、あとはトース機器とか、相手のアーチャークイーンってまあこういうところなんですけども、それプラスドラゴンが作るルートをちゃんとね、整えてあげるっていう、そこが重要ですね。これでエアスイーパーも真ん中壊れて、クロスボウギリ残っちゃうんですが、これ大工の小屋がなかったのがちょっと幸いしましたね。あった場合回復されちゃうんですが、なかったんで、ミリ残りの、クロスボウが残ってる状態になってますね。で、赤に式を出す前に、ベビードラゴンでこんな感じでね、カットをどんどんやっていきます。ロイヤルチャンピオンがいるうちに、もうカット始めちゃってもいいんですね。こんな風になるべく時間節約しましょうってことですね。ここで突撃艦に、クローンレイジかけて一気にバルーンライドラ増やしてあげて、バルーンで区画を突破しながら、相手のアーチャークイーン、ポイズンをかけていって、ライドで潰していくと。で、防衛軍の範囲に入ってきてるのに、なんで防衛軍出ないのってことですよね。これね、多分ラバーハウンドとか、アイスゴーレムとか、そういうのが入ってるんですね。で、そうなってくると、これね、赤西のいいところは、陸ユニットが、その防衛軍の出てくる区画に入っていかないんで、陸にしか、ターゲット取れない防衛軍は出てこれないんですね。なので、もう実質これ援軍無視の状態で、見てください、これここまでガツンって削れちゃってるんですね、これだけ。約 30% から 40% ぐらいの削りを序盤にやってしまった上に防衛軍無視ですよ、ほぼほぼね。この効果はやばいですね。全然やばくないですか、マジで。こんな感じで序盤突破されちゃったら、結構守る側からすれば絶望で、しかもこれタンホール側からこう攻めてくるドラゴンに対してエアスイーパーもしっかりと計算して折っちゃってるんですね、これ。ここ、ロイタンが殴って壊してからポンポンポンとこういう風にチル投げたんで、エアスイーパーない状態でもドラゴンが悠々と快適に待っておりますよね。で、トームをしっかりかけて、ドラゴンたちとバルーンを、タウンホールの爆破ダメージ及び、ポイズンここから守っていきながら、中央部分ですね、きっちりとドラゴンを真ん中に集めるために、こっち側、外側に関してはきっちりここですね、ババキンとアーチャークイーン、キング&クイーンのコンビで、
削りを入れていくっていう感じなんですね。ドラゴンダッシュのルートはもうここですね。ここ序盤に壊れてるんで、まっすぐまっすぐこう進んでいくという形が作れます。で、防衛軍無視できてるおかげで、まあこんな感じ、ドラゴンとバルーン残り数が半端ないっすよね。マジで半端ない。で、対空砲にインフェルノに投石機でアーチャークイーンまで倒してる状態で、援軍も無視できちゃってるもんだから、この残り方よ。やばくないっすか。こんだけ残されたらさ、ちょっと、なんかもう、みたいになっちゃいましたよね。多分これ、100回やっても100回成功するんじゃないかぐらいの、素晴らしいアタックだと思います。で、もう一個ですね、見ていきたいのが、この一本目のこれですね。第1回戦目。今回ね、エンペラダーさん4回戦目って4回前回ですね、パーフェクトペース、チャンプインでパーフェクトペースはやばいっすね。ちょっとまあこれから先の、経過も気になるんですが、これも同じように、言ってます。こっちですね、突撃艦を当てていっての、なんだ、ライドラじゃないわ。クローン、レイジ。で、こっち側に関しては、ロイヤルチャンピオンですね。同じようにクエイクとライトニングを当てていきます。で、ね、この強みは何かっていうと、突撃艦スパビーでやる場合って、もうそこに呪文をタイミングよく打たなきゃいけないから、もう集中せざるを得ないんですよね。なんですけど、この突撃艦ライドラバルーンって、クローンレイジ落としちゃったら、あとはもう何もすることないわけですよ。見るしかないですね。指加えて見てるしかないんで、この時点でもう、エンペラダーさんは次の作業に入るんですね。最後までこのライドラを見守ってはいるものの、ほら、ここでもう、アーチャークイーンからキングを出してきてますよね。本来このタイミングでなかなか出せないんですよ。突撃艦スパビーでやる場合って。で、スピーディーにしっかりロイヤルチャンピオンとババキンアーチャークイーンをこう並行して出していくことによって、これちょっと変化系ですよね。序盤にロイちゃんを出すんじゃなくて、キングたちにターゲットを出せながら、こんな感じ、しっかりとですね、ダメージを軽減しながら、こう、インフェルノまでこう狙っていくっていう感じですね。もうパイもあって、ここが壊れているために、キングとクイーンはしっかりこれタウンホール方面に向かっていくっていう感じなんですね。で、それでもう下半分全部、ここ丸々壊した状態でラバル発進。完全にルートまっすぐですね。もう緑信号止まっちゃってます。完全にオールグリーンですね。いや、すげえ。これはね、ちょっと、いいなと思いましたよ。細かい話をすると、突撃艦スパビズがある場合って、まあ、だいたいレイジ1枚にインビジを4枚ぐらい持っていくのが、まあ、一般的だと思うんですね。で、自分はまあそうしてるんですけど、だけど、この突撃艦ライドラバルーンの場合って、1枠浮くわけですよ。クローンが3枠、レイジは2枠ですよね。合計5枠に対して、突撃艦スパビズの場合っていうのは、6枠になるんで、空いた1枠分っていうのをライトニングに回して、もう1個分っていうのを、クエイクに回せば、まあ、こんな感じでロイヤルチャンピオンのホーミングシールドが使えるってことですね。まあ、ただちょっとね、今回ホーミングシールド、レベル29のロイヤルチャンピオンだったんで、ここのね、インフェルノ壊せなかったって、多分これ30になれば壊せるんじゃないかな、確か。確か壊せたと思う。もし倒せなかったらごめんなさい。ちょっとね、話が変わってきちゃうんで、少し、インフェルノを追っていくっていうプランの場合は呪文構成を考え直さなきゃいけませんが、いずれにしても、ライトニングクエイクプラス突撃艦ライドラのこの、ライトニングクエイクロイちゃん、突撃艦、ライドラバルーン、長いな。まあ、これで、キングクイーン回せれば序盤に半分はごっそり削れちゃいますよって、いうことなんですね。素晴らしい。いやー、すごいね。今、変な声でした。ちょっと、いや、なんかさ、この前、ちょっと、ポンコツのボンクラで、ドドルさんの声がめっちゃ良かったっていう、なんかね、ぜひね、見てほしいんですけど、その素晴らしい声と、最近なんかちょっとですね、ビートボックスにハマっていて、で、ヒカキンさんの昔の動画見てると、結構なんかね、いい声をね、うーっていう、この低いうーっていう、この声ですね、よく出してるんですよ、なんかね、ごめん、気持ち悪かったらごめんなさい、もうやんないから。若干ね、癖っていうか、なんかこう耳に残っちゃってるところがありますね。で、はいはい、そんな話はある。ね、どうでもいいということですね。そんな話を聞きに皆さん、このチャンネル来てもらっているわけではないことは分かっております。はい。ではですね、次なんですけども、これですね、ミラコクさんのアタック見ていきたいんですが、これ、ですね、対照的に突撃艦ライドラ、突撃艦スパビズをやっていきます。で、これが何美味しいかっていうと、タウンホール壊せるんですね。で、タウンホールの周りにこういうふうに投石とか、アーチャークイーンとか、ないしは、クロスボウとか、そういう、美味しく壊せる施設がある場合っていうのは、
この突撃艦、なんだ、スパビズっていうのが結構いいですね。一回隙間されるのはもう OK って感じですかね。まあ、ライトニングでエアスピー壊しとこ見たら、本当はこれ申されたくなかったのかな。まあ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 。きっちりこうですね、スーパーウィザード守ってあげれば、スーパーウィザードがちゃんとですね、タウンホール壊してくれるんですね。これね、ライドラバルーンでやろうと思うと、やっぱりそのタウンホールの爆破ダメージに巻き込まれちゃったライドラバルーンっていうのが、もうそこだけ壊して終わっちゃうとかいうことになるわけですね。こういうふうに、広範囲を壊せないんですよ。で、今回、まあ、クエイク一発使ったものの、タウンホール含めたこの広範囲を、やっぱり壊せる。タウンホールを含めた広範囲ですよ。ここ重要なんですけども、を壊せるっていうのは、突撃艦スパビスの、いいところですよね。なので、どうしてもタウンホール周りに重要施設が密集している場合っていうのは、突撃艦スパビスを使った方が、むしろ戦果としてはいいのかなっていうふうに思います。逆にやっぱね、今、それを警戒して、なかなかタウンホール周りに投石機とか置かない村はやっぱ増えてきてるんですね。で、そういう場合っていうのは、むしろその、タウンホールから離れたところに集まっている重要施設を、ロイちゃんと突撃機関、ライドラバルーンで一気にぶち寄っていくっていうことですね。そうすると、だいぶアドバンテージが取れますということ。まあ、今回のね、このミダゴクさんの攻めね、なんでうまくいかなかったのかな、ちょっとね、自分もかなりほぼほぼ完璧に見えるような、展開なんですけども、うん、なんか伸びなかったですね。でもこの外側に、ちょっとドラゴンがこう流れちゃったのがいけなかったの。多分ね、バーバリアンキングが中心部走ってますね。これがまずかったですね。おそらくこいつが、しっかりと外側を歩いてくれて、ここにいるドラゴンたちがこうね、外に行くんじゃなくって、中にちゃんとこう行ってくれたら、おそらく全部全開行けたんだろうな。多分この、ドラゴンの、キングのルートでかなりね、ドラゴンたちの進行が、乱れてしまって、それで、全開伸びなかったのかなっていうところですね。惜しかったですけどね。まあ、ちょっと、そういうところ難しいんですよね。まあ、こういうところにね、壁に隙間が空いてる配置まだやっぱ多いんで、キングの挙動っていうのが、若干コントロールしにくいというところはありますよね。まあ、なので、自分結構ね、こっちからキング出すとかよりも、こっち側から出しちゃうって感じですね。ここ削っておいたり、ドラゴンで削るとね、ここをドラゴンで削ってしまって、キングをこの辺から出すようにすると、こう流れやすいからっていう、まあそんなことをね、よくやったりしますね、最近。うん。まあまあ、ただ攻めとしては本当に惜しかったですね。最後残っていたドラゴンが、ホーミング食らわなければ、前回行けたし、キングがちゃんと動いてくれたら前回行けたしっていう、まあ、結構、まあ、たらればかもしれませんが、紙一重的なところのアタックだったのかなっていう気がします。というとこですかね。はい、いや、今回ですね、ちょっと見てもらったこの突撃艦ライドラバルーン、やっぱりスパビズが今強いんですね、突撃艦スパビズが。まあ、ちょっとこの動画に関する動画っていうのも、この前後で上がると思うので、ぜひそっちも見てほしいんですが、めちゃくちゃ強いんですよ。なんで、やっぱり対策されるんですよね。タウンホール周りに自由施設を置かない、タウンホールとまとめて壊されないようにするっていう対策が起こると今度は、じゃあタウンホールから離れたとこだったら、このライドラバルーンでいいんじゃないのっていうことでガツンと削ることができちゃうので、ここをね、やっぱりうまくこう、突きながら使い分けていくと、序盤で大きなアドバンテージを取れて、後が楽に攻められますよっていうパターン、割と作りやすいんじゃないかなと思います。ぜひね、これ参考にしてもらって、活用してもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画、突撃艦ライドラバルーンの進化系ということでお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか、まあ、参考になったなというふうに思ったら、ぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録してもらったらすごく嬉しいです。また、私のチャンネルなんですけども、タウンホール12から13まで、たまに11も挟みますけども、幅広くですね、クラン対戦のこう解説系の動画をお届けしてまいります。攻めにちょっと悩んでるとか、新しい戦術を知りたいとか、ちょっとしたこうね、攻めのコツなんかっていうのを知って、いろんなところにこう応用できるような、そういうアイデアが欲しいなみたいな方いらっしゃったら、ぜひですね、そういうことの関連動画たくさん上がっていきますので、今後ともぜひご視聴いただけたら嬉しいというふうに思います。では、本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。